はい、どうも皆さんこんにちは。クラクラチャンネルのケースクです。さあ、今日はですね、ポイズンの呪文イベントがやってきました。そして、ポイズンの呪文イベントで、昨日の動画で、こんなリクエストをたくさんいただきました。そのリクエストがこちら。はい、ポイズンの呪文12発で援軍を処理してくださいというリクエストをですね、こんなにもいただきました。なのでね、ちょっとね、2日連続で呪文のネタ検証系になってしまって、申し訳ないなぁと思うんですけれども、せっかくですね、こんなにもたくさんのリクエストをいただいたからには、ちょっとですね、検証してみたいなと思います。まあ、需要あるかどうかはですね、ちょっと心配なんですけれども、早速やってみましょう。というわけで、レッツゴー。さあ、それでは早速検証したいなと思います。まず最初は細かい系、援軍バーバリアン、アーチャー、ゴブリン、ガーゴイル、ウィズ、ネクロが入っております。ただですね、ポイズンの枠から逃げるようになったので、そうですね、まあガーゴイルやゴブリンはすぐに輪っかの外に逃げてしまって、でちょっと HP の高い、ネクロやウィズはすぐにですね死なないかなとは思います。なので、ネクロ、ウィズとか、あとはですねガゴ、ゴブはですねそんな死なねえんじゃねえかなと思っております。さあ、そしたらですね援軍釣っていきましたので、早速ポイズン12発落としていきます。さあ、いきますよ。はあ、さあどうなら死ぬのかこいつらは。さあ、そうすると、おおー、倒せた。びっくりした今。ポイズン12発落とすと瞬殺していくんですね。さあ、続いてはですね、中型ユニットで若干足の遅い、ジャイアント、バルーン、ディガー、ホグライダー、あとはボーラーを入れてみました。これに対してポイズン12発落とすとどうなるのか見ていきましょう。さあ、こんな風にジャイアントを出していきます。さあ、そして援軍出てきましたね。さあ、このホグ、ジャイアント、ディガー、バルーン、ボーラーなどに、ポイズン12発落としていきます。さあ、そうするとどうなる。さあ、こんだけ落とせば死ぬんじゃないのか。死なない、どうなる。お、死ぬ、お、死ぬ、ホグも死ぬ、ジャイアントは、ジャイアントも死んだ。おお、足の遅い中型ユニットも死ぬんですね。これは驚きです。さあ、そしたらですね、ベビドラとドラゴンに対してポイズン12発落としていきたいなと思います。さあ、ベビドラとドラゴンに対してはポイズン12発どうなるのか見ていきましょう。さあ、12発いっぺんに落としていきます。さあ、ちょっと輪っかの外からはみ出ておりますが、こっから逃げていって、あー、やっぱり死なないですね多分。さあ、結構ポイズンの状態続いておりましたが、ベビドラなどもギリギリ生き残っております。じゃあ、そしたらですね、もうポイズンを囲うように落としてみましょう。さあ、もう逃げ場をですねなくします、こいつらので、真ん中に落とす。さあ、そうするとどうなる。もう逃げ場ないぞこいつら、お前ら逃げ場ないからな。はい、逃がさねえから。はい、はい、ドラゴン逃げた先も、はい、ぽーい。はい、ベビドラ逃げた先、ぽーい。で、ドラゴン逃げた先にも、ぽーい。オッケー、ベビドラ殺した。よし、ドラゴンも殺せるか。ドラゴンは、ドラゴンはギリギリ殺せ。よーっしゃー。はい、こんな風にですね、12発囲うように落とすと、処理することができました。さあ、そしたらですね、続いてはペッカやってみたいなと思います。さあ、このレベルマックスペッカをポイズン12発で果たして殺すことができるのか、やってみましょう。さあ、いきますよ。あ、ポイズン12発落としていきます。さあ、こいつは死ぬのか、果たして。全然死なないっすね。はい。もう体力めちゃくちゃ高いので、あー、もうポイズンの外から逃げてしまって、レベルマックスペッカ殺すことができませんでした。さあ、そしたらですね、さっきのベビドラドラゴンみたいに逃げ場をなくすようにポイズンを落としてみます。そうするとどうなる。はい、お前も逃がさねえ。お前も逃がさねえ。偉そうに両方に刀持ち上がって。さあ、こっからジャンプする先にもポイズンだよ、てめえには。よし、こっから、よし、キャンプのところにも。さあ、もう、行くところ行くところポイズンばっかり。さあ、ちょっと、なんで今ちょっとジャンプした？
はい、闇呪文のところにもポイズン。はい、もうストーカーですよ。はい、こいつの逃げ場はないです。さあ、ただやっぱり、ポイズンですね、もう8発ぐらい落としているので、はい、レベルマックスペッカの、体力かなりえぐれております。さあ、よーし、ペッカもですね、やっぱりですね、逃げ場の先に、ポイズンを落とすと殺せるっていうのが分かったかなと思います。ちなみに、ポイズン9発で殺すことができました。さあ、続いてはゴーレム試してみたいなと思います。いや、ただね、思うんですけど、HP の高いゴーレムですね、さすがに無理だと思うんですよね。さあ、そしてですね、今ジャイアント出して気づきました。ジャイアント出すのにも一苦労しております。ただここでジャイアントを、まだ殺せないですね、レベルマックスのゴーレムでも。早くちょっとね、OK、殺しましたね。なので、こっからですね、ポイズン12発一気に落とすと、殺すことができるのか？さすがにやっぱりきついっすね。全然 HP 削れておりません。さあ、ポイズンの効果範囲に、まだ全然、出てないじゃん、こいつ。あれ？ポイズンの外に出て、あ、出ましたね。はい、こんな感じで殺すことができませんでした。さあ、それではですね、さっきみたいに、逃げる場所にポイズンを落としていきます。そうすると果たしてゴーレムは殺すことができるのか見ていきましょう。さあ、こんな感じ。はい、こんな感じでゴーレムの逃げる先にポイズンをどんどん落としていきます。さあ、ジャンプしたところにもポイズン落としていきます。さあ、ジャンプの時間が長いですね、こいつ。さあ、キャンプのところにも落としていきます。さあ、逃げたと思ったらまたまたポイズンですよ。さあ、やっぱり若干削りにくいですかね。やっと半分ちょっと、削ることができております。さあ、でもただやっぱりポイズンこれだけ落とすとゴーレムの HP 結構削れてますね。あ、こんなに削れるんだ。さあ、防衛室の中に逃げ込んでも無駄です。さあ、逃げる先にもポイズン。さあ、そうするとどうなる。そろそろ弾けるんじゃねえか、こいつ。オッケー、弾けた。さあ、ゴレマイトも殺していきたい。ゴレマイトは果たして殺すことができるのか。はい、落としていきます。ちょっと2体いるか、どっちに落とそう。オッケーオッケー、殺せる。おっしゃーしゃー。はい、ポイズン10発でですね、ゴーレム倒すことができました。さあ、続いてはラバハウンド12発一気にですね、ポイズンを落とすと、倒すことができるのかやっていきます。まあ、そうですね、さっきのゴーレムと同様、さすがにやっぱり12発連続は倒すことができません。さあ、そしたらですね、さっきのゴーレム同様、逃げる先に、ポイズンを落としていきます。そうするとどうなのか見ていきましょう。あ、ただやっぱりラバーハンドはさっきのゴーレムよりも足が速いので、やっぱりですね、そんなポイズンからすぐ逃げていきますね。さあ、ここにもポイズン落としていきます。さあ、落としていきますよ。そうすると、なかなか難しいな、逃げるな、こいつすぐ。足がやっぱり速いので。ああ、ダメだ。はい、9発落としているんですけれども、なかなかですね、殺すことができません。ちょっと難しい。ああ、やっぱりちょっと難しいですね。はい、こんな感じですね。やっぱりですね、すぐ、輪っかの外に逃げてしまうので、殺すことができませんでした。さあ、そしたらですね、自分が一番こいつポイズンで死なねえんじゃねえかなと思っているバルキー、こいつに対して試してみたいなと思います。やっぱり HP 高いですし、足も速いのですぐ逃げちゃうんじゃないかなと思います。さあ、ポイズンを落とすとどうなる。さあ、さすがにやっぱりきつ、おお、倒せる、これギリギリ、あ、余裕で倒せた。こいつ倒せねえんじゃねえかなと思って最後まで取ってたんですけども、普通に倒せましたね。さあ、そしたら最後におまけでございます。両ヒーロー、レベル的に12、13のヒーローは、ポイズン12発で倒せるのかやってみましょう。というわけで、ポイズンをですね、一気に12発落としていきます。さあ、そうするとどうなる？はい、見てください。アチャクイもババキンも、もうポイズンの海の中で苦しんでおります。さあ、果たして倒すことができるのか？
全然でしたね。全く体力減っておりません。はい、というわけで、今回はですね、ポイズンの呪文12発で果たして援軍処理できるのか、こちらを見ていきました。そうですね、ラバーハウンド以外はポイズン12発で処理することができました。なので、援軍処理苦手だよっていう方はですね、ポイズン12発で援軍処理やってみてはいかがでしょうか。まあ、やる人いないと思いますけどね。